平成25年3月3日、今日はひな祭りです。本日我々は茨城県日立市立中央図書館の前に来ています。この中央図書館の敷地内に現在茨城県が建設をしている、空間放射線量のモニタリングポストがあります。現在建設中のためまだ稼働してないんですが、この中央図書館の周囲ではどのぐらいの空間線量があるのか、本日は測定してみたいと思います。それでは見てみましょう。それでは現在測定中です。この日立市中央町については昨年から、線量が高いというところで話が上がっており、各所で測定した結果を動画にアップロードしてきました。この中央図書館前も例外ではありません。では現在どのぐらいの放射線量があるのか。日立市立中央図書館前の空間線量は 0.38 マイクロシーベルトになります。先日の動画でも、見た通り、この S 邸の空間線量計は、日立市が貸し出している、堀場の線量計よりも若干低めに測定されます。今日も若干風が強いんですが、ちょっと強い風が吹くとご覧のように線量の方も上がります。現在は 0.42 マイクロシーベルトです。続いて毎度おなじみ、国民宿舎宇野岬内にある公園に来ています。こちらは昨年から空間放射線量や、コンクリートの表面の放射線量などを測りに来ているところでもあります。本日は空間線量だけを、測定してみたいと思います。ではどのぐらいあるのか早速見てみたいと思います。それでは公園の中にある池の前で測定しています。どのぐらいの放射線量があるのか、それでは早速見てみたいと思います。現在の空間放射線量は 0.28 マイクロシーベルトあります。先ほどの中央図書館の前に比べれば、かなり低くなったと言えます。続いて、公園のもっと、奥まで来てみました。いかにもこの場所は放射性物質が吹き溜まるような場所だぞと言わんばかりの場所なので、どのぐらいの空間線量が出るのか、見てみたいと思います。またこの宇野岬内にある公園は除染というものは全く施してないような気がします。それでは見てみましょう。現在の空間放射線量は 0.58 マイクロシーベルト 0.58 マイクロシーベルトあります。先ほど、測定した池の前からさらに、公園の奥に入ったところです。